おととい午後3時過ぎサンフレッチェ広島レジーナの試合中旗などを掲げる長さ15メートル重さ70キロのステンレス製のバトンが高さ40メートルから観客席に落下しましたけが人はありませんでした昨日行われた調査でバトンが落下した原因が明らかになるまでには2週間程度かかるということですが広島市によりますとバトンをつっていた直径4ミリのワイヤーが切れていたということです 今朝もスタジアムの建設業者が天井の照明やスピーカーを固定しているボルトに不具合がないか目視で点検しましたが広島市によりますと問題はなかったということですエディオンピースイング広島ではあさって鹿島アントラーズとの試合が予定されています